絵とは違って落合館長、あなたにも天罰が下ったようですな。いいえ、あの絵の通りですよ。あれは悪魔は正義の騎士に葬られたが、その邪悪な返り血を浴びた騎士はやがて悪に身を染めていくということを意味してるんです。理由はどうあれ、私は殺人者、私もまた悪魔になってしまったんですよ。